低い枕よりも高い枕が楽。首の後ろは常に凝ってるし、頭が痛くなる。無意識に肩は上がっちゃうし、スプレッドレッグ、首の後ろ、二の腕、背中と体の背面にばっかり脂肪がつく。一つも当てはまった方は、しっかり真上向けるように首を柔らかくすることと、肩を下に下げる練習をしましょう。まずは首の動きチェックします。姿勢を正して真上向けましょう。理想は、真上しっかり向けることですが、硬い人は斜め上ぐらいしか向けないと思います。首の後ろに突っ張る感がある方もいると思います。今の首を上げる感覚を覚えておいてください。一回で変化出るので楽しみにしててください。スマホは床に置いて手を肩に添えます。このままゆっくり大きく回していきましょう。前回しても後ろ回してもどっちでも OK です。大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。肩がね、バキバキになる方も、痛みがない方は、そのまま続けて大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さくね、痛みがないぐらいの範囲で動かしてあげると良いと思います。よし、OK。では、反対回ししましょう。さっきと逆回しです。前回しが先でも、後ろ回しが先でも、どっちでも大丈夫です。こっちもね、バキバキなる方も、痛みがない方は痛みない範囲で回しましょう。まずはね、これウォーミングアップしてます。で、バキバキなる方、痛みがある方は、これね、一回やった後に最後にもう一回回すと、かなりね、楽になって音が鳴らなくなっているのがわかりますので、ぜひね、楽しみにしててください。よし、OK。そしたら次は、右手を後ろに回します。で、左手で頭を左に倒します。この右の首、ここをストレッチしてます。後ろから見るとこんな感じですね。右の首が伸びてれば OK です。あんまりね、体が左に倒れないようにしましょう。ちょっと斜め前倒したりとか、真横に倒したりとか、いろんな角度でね、試してみて、右の首が、ああ、痛気持ちいいぐらい伸びるなーって位置で、伸ばしてあげるとね、良いと思います。痛みない範囲で無理せずで OK です。よし、OK。そしたら次は、左手で、こう右肩、ちょっと押さえます。で、この状態で左手で負荷をかけた状態で、右肩でぐっと押し返す。ぐーっと上げる、ストンと落とす。左手で負荷かけて、右肩で反発するようにぐーっと持ち上げる、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 限界まで上げる、ストンと落とす。負荷かけて上げる、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 ストンと落とす。左手で右肩押してくださいね。反発するように右肩でぐーっと上げる、上げる、上げる、限界まで上げる。これスピード全く重要じゃないですからね。しっかり上げ切る、落とす。負荷をかけてしっかり、しっかり上げ切る、ぎゅーっと上げ切る。よし、OK。そしたら次は、左斜め前。首だけ左斜め前向けましょう。で、両手で、こう、後頭部で手を組んだら、左斜め前に、ちょっと首倒します。右の首の、ちょっと後ろの方、この辺ですね。伸びる感覚があれば OK です。ただ、嫌な痛みある方は絶対無理しないでください。体ごと左じゃないですよ。首だけ左斜め前向けて、前に倒す。伸びますか？右の首の後ろ。呼吸止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入りすぎないようにしましょう。よし、OK。これでね、右肩だけ下がったの分かります？鏡ある方見てみてください。マジで下がってます。では反対に左側やっていきます。そしたら次は、左手を後ろに回します。で、この状態で、右手で首を右に倒します。左の首、この辺が伸びてれば OK です。真横に倒してもいいし、ちょっと斜め前に倒してもいいです。自分がね、あ、伸びてるなーって感じれるところにしましょう。NG パターンは、体ごと右に倒れちゃうと全然伸びないです。体は固定して、首だけ右に倒すイメージです。手を後ろに回してるのはですね、手を後ろ回さないと、こうでなりやすいんですよね。手を後ろに回しておくことで、上半身を固定しやすくなります。あんまりね、こっちの肩がこうやって上がっちゃわないように、なるべく下げておきましょう。よし、OK。そしたら次は、右手で左肩しっかり押さえます。ちょっと負荷かけて、反発するように、左肩をぐーっと上げる、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 限界まで上げる、上げ切る、ストンと落とす。右手で左肩に負荷をかけて、限界まで上げる、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 限界まで上げる、ストンと落とす。負
負荷かけてあげるんですが、この時 NG パターンは手も一緒にこうやって上がっちゃうとね、ここの筋トレになっちゃいます。手は下げたまま肩だけ、ここだけ上げる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 、限界まで上げ切ってストンと落とす。負荷かけて上げる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 、スピードよりも限界までしっかり上げ切る上げ切る、まだ上がるまだ上がるまだ上がる、よーし、 OK。 そしたら次は首だけ右斜め前向きましょう。体は正面です。首だけ右斜め前向いて、両手は後頭部で組んで斜め前に頭下げましょう。左の首のちょっと後ろの方かな、この辺です。左の首伸びる感覚あれば OK です。呼吸は止めないようにして、これですね、左の首だけ伸ばしたいので、あんまりこうやって猫背になっちゃうとね、背中も伸びちゃうんで、なるべく姿勢正したまま右斜め前に倒す。左の首ここですね、伸びてれば OK です。どうでしょう皆さん、ついてきてますか？よし、 OK。 そしたら次はですね、手はこんな感じで肘90度に曲げて、限界まで開く、体の正面でしっかり閉じる、限界まで開く、体の正面でしっかり閉じる、これ繰り返しましょう。開ききる、閉じきる。肩腰痛い方は無理しないでくださいね。あんまり猫背になっちゃってくれないので、なるべく姿勢正しておきましょう。あぐらがきつい方は一回足伸ばしてもいいし、正座にね変わってもいいです。しっかり開ききる、閉じる、開ききる、閉じる。これできる種目は、この動画全部ね、できる種目は立ってやっても OK です。限界まで開ききる、閉じきる。呼吸は止めない、きつかったらね、各種目の最後の10秒サボってもいいですからね。よし、 OK。 そしたらですね、手は使わずに肩のここ使って、限界までぐーっと上げきる、上げきってストンと落とす。上げきる、上げて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 、ストンと落とす。スピード重要じゃないですよ。普段上げない範囲まで、限界まで上げ切ってストンと落とす。ここね、すごい力が入りやすい、肩こりやすいって人多いんですが、力抜くにはですね、こうやって限界まで逆に力入れ切っちゃうっていうのはめちゃめちゃ有効です。仕事中とかね、授業中にどうしても力入っちゃうって人は、逆にこうやってギュッと力入れ切っちゃうと力抜きやすくなります。 OK です。そしたらですね、手をちょっとこうクロスして、鎖骨の下あたりをちょっと押さえて、ちょっと下にグッと引く感じです。そのまま、右斜め上向きます。首の前面、この辺です。左の首の前面が伸びます。手は鎖骨の下に添えて、ちょっと下にね引っ張るぐらいのイメージです。伸びますか、左の首の前面。ちょっと顎持ち上げたりとか、もうちょっと右にひねったりとかね、あ、こうしたら首の前面伸びるなって位置をね探してあげましょう。どの角度が正解っていうよりも、皆さんが伸びる角度が正解です。きつかったらサボっていいし、再生速度早めたり遅めたり、自分のペースやっていきましょう。 OK。 逆いきますよ、左斜め上向きます。この右の首の前面が伸びてくると思います。ちょっと顎持ち上げたり、もうちょいねじったりとか、自分が伸びるなって位置探しましょう。で、僕ね、右から左からって指示出すんですが、別に左右ね、どっちからでもいいです。右からやった方が効果がいい、左からやらなきゃ効果は出ない、そんなことはないので、皆さんがね、やりやすい方向からやっていただいても全く問題ないです。呼吸はね、止めないようにしましょう。ついてきてますか？きつかったらね、再生速度を下げる。もしくは、途中でね、サボりサボりやる。皆さんがやりやすいペースでやっていただければと思います。よし、OK。そしたらですね、両手をこんな感じで後頭部で組みましょう。あぐら、正座、長座、どんな体勢でもね、OK です。両手を後頭部で組んだら、しっかりおへそのぞき込む。猫背を作っておへそのぞき込む。ゆっくり反らせる。ゆっくりおへそのぞき込む。ゆっくり反らせる。これ普段動かさない範囲まで、しっかり丸めて反らすのが目的です。反らせる。スピード全く重要じゃないですよ。しっかりおへそのぞき込む。わざと猫背作る。ゆっくり反らせる。肩腰痛い方絶対無理しないでください。あと呼吸も止めないでくださいね。頑張って頑張って。きつい。最後しっかり反らせます。よし、 OK。 そしたら次はですね、両手を高く万歳します。両手を高く万歳して、で、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手を高く
限界まで万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手を高く万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨をギュッと寄せる。両手を高く万歳、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。どうでしょう、ついてきてますか？万歳寄せる。これも、普段動かさない辺まで限界まで高く万歳して、しっかり肩甲骨寄せることが大切です。スピード全く重要じゃないです。普段動かさない辺までしっかり高く上げて、しっかり肩甲骨寄せる。よし、オッケー。そしたら次はですね、このあぐらの状態から、右足を左、こっちに持っていきます。で、この足をお腹にしっかりぐーっとつけましょう。右のお尻伸びてくると思います。あんまりね、肩がこう力入らないようにすることと、なるべくピンと背筋伸ばしてあげると、右のお尻伸びます。このポーズできないよって人は、この右足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。ちょっと姿勢正してあげればね、右のお尻伸びるはずです。逆に頑張れる人は、この右足、なるべくお腹にしっかりギュッとつけた状態で、ピンと背筋を伸ばす。かなり強烈に右のお尻伸びると思います。絶対ね、肩こんな力入れないでくださいね。よし、オッケー。逆いきますよ。左足を右、こっちに持っていきます。で、両手でこの足をぐっと抱えて、左のお尻、ストレッチしていきます。きつい人は左足、この辺でもいいです。頑張れる人はなるべくしっかりお腹につけて、ピンと姿勢正すとね、左のお尻伸びてきます。で、これね、上半身、肩周り、二の腕とか言ったのに、なんでお尻のストレッチ入れるのって話なんですけど、人の体で、お尻の筋肉って一番大きいんです。だから、一番大きいから逆にここを柔らかくするとか筋力をつけると、めちゃめちゃ体全体のね、代謝が良くなって血流くなります。だから上半身痩せるため、肩こり解消するために、お尻のストレッチ僕は絶対必要だと思ってます。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたらまあ、あぐらとか楽な状態で座って、右手、右肘を床につきます。左手万歳しましょう。左の脇腹、脇の下伸びる感覚あれば OK です。この辺ですね。伸びれば OK。いまいち伸びない方は、ちょっと斜め前に倒してみたりとか、もうちょっと真横に倒してみたりとか、もしくはね、このつま先、指先を誰かに引っ張られてるつもりでギューッと遠くへ伸ばしてみる。そうすると脇の下、脇腹伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK、逆行きましょう。左手、左肘、床につけましょう。で、右手万歳して、なるべく遠くに向かってぐーっと指先伸ばします。脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか？指先は誰かに引っ張られてるつもりで、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横に倒したりとかね、自分がこうしたら伸びるなって位置を探してあげましょう。これね、広背筋っていう大きな筋肉なんですけど、もうこのね、腕から腰のあたりまでついてますので、肩甲骨をね、柔らかくするとか、背中、二の腕の脂肪を落とすなんていうのには必須な筋肉です。OK。そしたらですね、座ったまま、手をちょっと横に広げましょう。こんな感じで斜め下向いてるぐらいでいいです。この状態で手をねじる。ねじる。見えますか？ねじる。これ NG パターンは、こうやって上半身が動いちゃうと NG です。上半身固定したまま、肩から下、腕だけねじるってイメージですね。で、早くねじるってよりも、普段動かさないまでしっかりねじる。ねじる。上半身はこうやって動かさない。呼吸は止めないようにして、で、肩ね、こんな上がったままにないでくださいね。肩はちゃんとストンと落としたままねじる。スピード勝負じゃないですからね。ねじる、ねじる。OK。そしたら次はですね、よくあるこう右手を上げて、左手で右肘掴みます。で、こんな感じで右の二の腕のストレッチです。右の二の腕伸びますか？いまいち伸びない方、ちょっと体左に倒してもいいです。あとね、この右手空いてると思うんですが、右手で肩甲骨触ってあげるとより伸び感が増します。ただね、肩腰痛みがある方は痛みない範囲で OK です。頑張れる方はちょっと体ね横に倒してあげると二の腕脇の下ぐらいまでしっかり伸びてくると思います。二の腕の筋肉ってねあんまり使わないんですごく硬くなってて冷えてますのでしっかり伸ばしておきましょう。 OK。 逆いきます。左
左手上げて、右手で左肘つかみます。で、左の二の腕、ここです。ストレッチしていきます。余裕がある人は左手を肩甲骨触っておきましょう。ちょっと体右に倒すと、より左の二の腕伸びてきます。ちょっとね、この体硬い人、このポーズがうまくできないよって方いるかもしれませんが、結論、二の腕が伸びてればそれで大正解です。ただ腰とかね、首が痛い方は無理しないでください。呼吸はね、止めないようにしましょう。皆さんついてきてますか？きつかったらね、再生速度早める、遅める、途中でね、各種目の最後の10秒サボる、水分補給する、自由にね、無理せずやっていただければと思います。よし、 OK。 そしたら手を肩に添えます。もう一回肩大きく回していきましょう。前回しても後ろ回してもどっちも大丈夫です。なるべくゆっくり大きく回す。これどうでしょう、最初に比べてすごい回しやすい、ボキボキ音が鳴らなくなった、痛みがなくなった、そんな感覚はあるんじゃないでしょうか。呼吸止めないでくださいね。で、自分できる範囲で無理なくていいです。で、結構ね、ズボラストレッチの動画が多すぎて、どれやったらいいか分かんないよって質問たくさんいただくので、この動画のね、概要欄にズボラストレッチの教科書っていうのを無料で貼ってます。そこで全身とか足痩せとかおすすめのメニュー紹介してますので、ぜひね、無料なので、概要欄から見てみてください。よし、 OK。 そしたらこのまま今度逆回しです。さっきと逆回し、大きく肩回していきましょう。こっちもどうでしょう、だいぶポキポキならなくなった、回しやすくなった、そんな感覚があるんじゃないでしょうか。ゆっくり大きく回しましょう。で、さっきね、無料のズボラストレッチの教科書概要欄に貼ってますとは言ったんですけど、他にね、分かんないことあれば遠慮なく質問いただければ、コメント欄なるべく返しますので、遠慮なく気軽に質問してください。あとはね、最近 Twitter、Instagram、TikTok 頑張ってね、毎日更新してますので、それも概要欄から、フォローして一言コメントいただけるとすっごく励みになります。もしね、周りの人に言いづらい質問とか相談あれば、DM をいただければ返信しますので、遠慮なくどうぞ。後ろ足一回回しましょう。オッケー、お疲れ様でした。これで最初にやったね、首の可動域のチェックやってみましょう。よく頑張りました。もう全然ズボラじゃない。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。